じゃあまずは重さを測ります。で、今この板が10キロですね。で、今からこの上に乗せて重さを測ります。じゃあ、いくよ。うわ、うわ、やっば、やっば、やばい、やばい、かエイリアンの粘液みたいな。やば、うわ、めすげえ、ほら、コブがすごい、うん、めっちゃ痛いね、こう見るとね。はい、ちょっと待ってね、行くよ。OKOKOK、 足気をつけて。はい、大丈夫よ。よいしょ。 あ、ちょっと艶の方に寄せます。重さがこれで75あるから、この重さが65キロだね。うん、マイナス10で、うん、65だね。で、これちょっと表面ネバネバしてて汚いので、一回たわしできれいに表面だけ洗ってこのぬめりを落としていきます。ちょっとこのぬめり見てください。え、やばい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 。スカイムじゃん。すげえこれ。このぬめりを今から落としていきます。水流しながら行っていいですか、うん、あ、落ちるね。めっちゃ綺麗になってる。うん、お、すげえ。キュッキュ感も出てきた。うん、キュッキュしてる。キュッキュ、あの、タコ帽子を揉みした後みたいな、そんな感覚や。うん、この口の隙間とか。はい、で、洗ってある程度ぬめり取れたんですけど、まだちょっとあるので、今から塩もみして、塩こうすりつけていって、さらにぬめり取っていきます。うわ、ソルティー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 うわ、ソルティー、よっしゃ、いいじゃね。やばい、ソルティー、やべえ、塩釜焼きできそう。あ、でも、なんか出てくるわ。うわ、なんか面白いぞ、これ。うん、鱗の隙間に入れて、うん、この隙間も綺麗にしたい。はい、じゃあサイズ測ってみます。お、50ないか。どれが50、これでっかいの50。これが多分150だから、149ぐらいあるね。うん、でけえ。はい、で、これすごいのが、もうほらエラのこの上のところの真っ青。ほら、色がめちゃくちゃ綺麗で、ほら、もう唇も真っ青で、この歯がすごいですね。やばいよね。やべえ、これ。そして、このコブ、コブもプニプニしとって、なんか模様が独特で面白い。あ、なんか割れてる感じ。見えるかな、コブの中身。もうちょっとなんか青っぽい感じですよ。なんか、あ、汁が出てきた。青スライムみたいな。で、ほら、たてがみ。これもなんか丸っこいよ、これ。で、この模様ね。美味しいんじゃないこれ。うん、この部分も美味しいから、まあ、プルプルソってなんかコラーゲンみたいな感じだね。で、このサイズはあの鱗描きじゃ多分無理なので、手でこう一枚一枚剥がしていきましょう。うわっ、うわ、うわっ、うわっ、すげえ。これやべえ、これ大変だ。はい、ちょっと一枚一枚剥がすのは大変なので作戦変更です。ここなんだ、持ち上げたスキー機みたいな感じで少しずつ攻めていく。これでもやっぱ時間かかりそうね。これ大変、うん、でも手で剥がすよりね、うん、ぜひね、身までいっちゃいそう。ほら、うわー、ちょっとじゃない、うん、気持ちいい、気持ちいい、やってみる。やった、いいよ。選手交代。選手交代です。失敗しても怒らないでくださいね。ほら、えマジで服作れろ。うん、服作れる。一着分あるんじゃない。これ服とズボンいけるんじゃない。ほら、うえほら、うえすごいね。これ内側から見てもめっちゃ綺麗、これね。ベロベロ。すげえ。すごいね。じゃあそれ僕じゃん、もう。みたいな。よし、じゃあ今から鱗剥ぎしていきたいと思います。行くよ。行くよ。おお。やばいやばいやばい。これで服作れそうだよ。はい、そしたら次はエラと内臓を取っていきます。これはちょっとできる自信ねえわ、これでかすぎて。まずはこの膜を切って、必殺兵器、必殺兵器、パイプの子。パイプの子で、よし、とりあえず突破、膜とここ突破できたら次こう切っていきます。勝て、いける、いける、よし、
っしゃお腹開けた。内臓も青くなってるね。うん、おお、いいね。あ、すげえ。この中もやっぱ真っ青なんだね。こんなの見たことないね、うん、うわ、これ心臓じゃない、これ心臓だ。でけえ。せーの、よいしょ。あ、いいよキャッチリー。いや、これでも俺見てみ。うわ、滑りがすげえ。そしたら次はまたこの反対側から攻めて寺を完全に切り離していきます。よいしょ。お、いいな。おい、うわ、すげえ。やばやばい、これでっか、おかしいぞ。で、エラと内臓取れたら次はこの釜の部分外していきます。ここからだって多分いけると思うけど、ここからこの包丁でいけるのかな。いや、ダメだ、ここ使おう。ここからここで、よいしょ、よいしょ、よいしょい、よいしょい、あ、つながってた、よいしょい、よっ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 、えぇ、高い、お、よし、おい、よっ、クラッシュ、しょっ、おい、はい、ほっ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 、足した、あ、ここに関節見えるわ、あ、見える、これ関節。いけそう。入るんじゃないこれ。ほらほらほら。入ってる。うん。ほらこれ関節。さすがに包丁じゃ無理だな。反対側行こう。いや。よいしょ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 。よし。残るのまだね。ここまっすぐ行けばいいでしょ。あ、下手に行く。行くよ。うぇー。いいね。おっしゃい、でっかこれ頭。はい、そしたら頭まで外せたんで、次はあの三枚おろしみたいな感じにしたいんですけど、ちょっとあまりにもでかすぎるから最初ここからこう入れて、でその次真ん中行って少しずつ剥がしていきます。ちょっと待ってサイズやべえ。そしたらどうなってんのこれ。今で青いもんね。うん、あ、いけるいけるいける、よっしゃい、ここからお、いけそういけそう、いける、うん、よっしゃい、交代です。わっしょい、おお、いいね、わっしょい、はい、じゃあ3枚おろしできて、もうあと骨だけになったので、で、まだこういうところに身がちょっとついてるんで、これは細かく切って煮つけようとかにします。はい、というわけでさばき終わりました。で、小分けにしてこんな感じですね、こう身を少しずつ分けていきました。で、これ今からあの近所の人とかに配ってみんなで食べます。はい、で、せっかくなのであの今からこの分だけ刺身にしてみんなで食べたいと思います。完成です。ナポレオンの刺身ですね。上手に切ったよ、うん、今いただきます。それではいただきます。まーす。あ、せやさん先にどうぞ。あ、先行っちゃっていいですか。どうぞ。じゃあお先に。あ、フーチしまった。油汗。